週末披露エレクトレンジャーソロソロですね、はい、そちらも来週の日、土曜日曜ですか、土日ですね、はい、髪の毛もツーデイズできますんで、
話してこいよって。昨日ね、お店行ったら、その泉相談役のバースデーイベント用のポスターがね、今大きいの貼りますからね、でっかいの貼ってあって、俺の時の多分あれ10倍ぐらいあるんで、ちょっとイラッとしたんですごめんなさい、すいません。ラスト以上に目立とうと。来ていただけるとね、分かるんですけど、すごい鏡に大きいポスターが泉相談役になってる、ちょっと恥ずかしいんですけどね。なんであんな面白いポーズしてるんですか、なんか。あ、ちょっとね、かっこいい、こういうなんか。何、それ面白いのかな、自分はかっこいいと思って撮ったんですけど。あ、そうなんですね。あれ面白く捉えてんだ、みんな。あ、そうです、ね、あれ、ネタじゃないの。あれ、ネタじゃねえよ。本気のやつだよ。本気でよ、あれしたな。よ、したな。恥ずかしくて見せてくれねえよ。僕なんか今からフォーク投げるのかなみたいなポーズが思って。恥ずかしくてコーラ歩けねえわ、もう。はい、ってことで、今回の企画、参りましょうか。はい。はい。はい、なんと今回は、前にもやったんだけど、またこれやりたいなと思って。そうですね。はい。面白いですか。ちょっともう一回これやらせていただきたいと思います。はい。じゃあちょっと市亀さんの方で、リュウジンさん、お願いします。市亀ってこっちで。はい。あ、こっちですね。今回はこちら。はい。前回朝まで、それ正解ボール。ウィンカー。ウィンカー。ウィンカー言うな。ウィンカー言うな。てな感じで今回。はい、まあ説明としては、俺がお題出すんで、はい、で皆さんがそれに対して、答え、これが、まあ、一般的に周り見てる人、視聴者も、はいはい、あ、これ正解ですって思うような答えを一人一人出して、どれが正解かっていう答えは、書き込みで見ましょうか。あ、なるほど。ということは今コメントされてる皆さんの、うん、コメントしてる皆さんが、あ、この人の答えが正解だなと思ったら書き込んでください。はい、はい、それでちょっと俺が大体見て決めるという感じ、はいはい、視聴者参加型、何この企画すごい結構ありますよ最近は結構そういう番組多いですよ、結構多いですねってな感じでやりたいと思います。はい、あ、すみません、準備の方大丈夫ですか。はい、じゃあそれではまず ね、行きましょうか。はい、みんなボード持って、はい、はい、今お題言いますね。はい、で見てる視聴者の皆さんも、まあ、ちょっと考えつつ、でもなるべく答え出しちゃうとうちのメンバーが見ちゃうんで、あんまり出さないでください。自分の考えは最初はね、はい、最初は出さないでください、ね、終わった後に出してください。はい、じゃあそれではいきます。はい、まずお題第1問、はい、お、あいうえお、 お、はい、おで始まる生まれ変われるならなりたい男性芸能人は、お、お、それまだダメですか。いやいや、おっつってまだお題、おだけだったら何でもあるじゃん。おで始まる、生まれ変わるならなりたい芸能人、うん、はい、もうバッと思いついたやつ。あ、そうですね、うん、はい、でも見てる視聴者の皆さんが、あ、これ正解だと思わないと、まあボツになりますけどね、うん、はい、すげえ俺のペンのインクがすげえ出ないですけど。あ、それ俺ちゃんとね、仕込んだから。あ、そうなんですね。プチイヤからですね。プチイヤからですね。はい、終わったらじゃあ、フリップちょっと終わりましたって手挙げてください。はい、はい、終わりました、終わりました。はい、あの2人、まあ、絶対ジョーさんに通った気がする。うん、はい、終わりました、終わりました。はい、タイガーは、はい、終わりました。はい、終わりました、うん、はい、じゃあもうこれ王道でしょっていう人から出そうか、はい、先に、あ、これ王道ですよって自信ある人、はい、間違いない、間違いない、あ、じゃあ、はい、黄色間違いないらしいから、はい、じゃあ行きましょう。真ん中、真ん中、真ん中でも見えるかな、見えますか。はい、黄色の答えあっちゃう、ドーン、小田切り城。これは王道でしょ、かっこいい、小田切り城、確かに、あ、でも誰もいないですか、同じ人。おだいじまー、系統は似てる、系統は似てますけどね、イケメン俳優さん的な、うん、あ、まあまあ、やっぱり僕おだぎりじょうね、おだじょうね、おだじょうね、おだじょう、まあ全然あるやと思う、未来じょう、未来じょう、そっちが、そっちが、未来じょう、超コール、超コール、超コール、ジャスパルコール。はい、他、はい、あ、続いて、はい、タイガ、やっぱり僕、はい、クローズが好きなんで、はい、この人ですね、じゃん、
パネリッシェーあの、カメラマンいたちょっとお前オグリシューオグリシューちょっとカメラマンってシュートしちゃったもうそれ、椅子ですね、僕も椅子ですね、もう一度カメラください、すいませんかぶったかぶりました、やっぱりこれじゃないからね、みんな奥山テーマじゃん、オグリシューまるで似てないまるで似てないあじゃあ、僕はの被ってはない被ってはない、ね、被ってはない、はい、僕高校の時になんか一回だけ似てるって言われたことがあって、うん、あのちょっとそこから意識したんですけど、はいはいはい、見えたおぎやはぎのおぎあそうなんか目がでかくったら似てるって言われておしゃれしてますしね。そう。俺になりますかってやりたいだけじゃない。美味しく持ってます。じゃあ最後俺出していいですか。あ、はい、最後出しますね。はい。はい。ちょっとみんなの答え聞いてもがっかりなんですけど。はい。小田和正。あーあー。歌はうまいですからね。やっぱねこの声に散々やらされてきたからやっぱ出せるようになりたいなっていう。はい。はい、いや確かにね。歌あの声ですね。とか多くて一瞬多いな。いや、オグリシューじゃないですか、ね、いや、分かんない、 いや、でも見てる人もそっか、もうみんな、なんだね、生まれ変わるならってことは憧れだと思っちゃってるはい、じゃあ今見てるあの視聴者の皆さんが現実早期俺、オグリシューのライバルだ一番良かったところで、あげてくださいオグリシュー、オダギリジョー、オダカズマス、オギャハギのオギが出ましたねはい、おー来ましたねお奥山健吾も1個あるよよっしゃ奥山強い、奥山強い奥山強い、奥山強い奥山オグリおおおおおあれ健吾来ますね来るね、結構来る小田でしょ小田でしょ今でしょみたいな小田でしょ正解小田でしょいやでもやっぱ小栗なのかなちょっとかぶってますもんねだってそうですねまあ山田優太結構はい答えはい小栗旬いやお前らには残念だわ小栗旬に生まれ変わりたいなんてみんな小栗旬になりたかったらいいなりたいですね、うん多分女性も奥に旬に男だったらなりたいって思うね見ててはいはい、yeah. 今栄えだからね栄えてるからねじゃあ1ポイント1ポイントねイエーイはい11あちなみにこれ点数一番上だったらなんとなんと、はい、勝ちという称号をあげますやったやべ奥に旬って書いておけばよかったただ勝ちという称号を得るっていう勝ちの人ですよ勝ちの人ですよでも第3回やるときに前回チャンピオンとして呼ばれますからね呼ばれる絶対呼ばれる絶対王者そう絶対王者でも最後の問題あの1回まで出ましたよいやすごいいつものやつね最後の問題が一番キーなのねだからこの番組前半どうでもいいってことどうでもいいですどうでもいいですはいじゃあ次、はい、次の質問問題いきますはいはいお題が難しいよちょっとはいキャキヤキャ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 ットのキャキャキャットのキャはいキャで始まる話せたらかっこいい英語とは英語の単語ですか英語単語結構多いと思うキャッツつっちゃったけどまあそういう系もあるかもしれない英語の単語名詞がいいってこともう名詞でもいいし なんかこれかっこいいニュアンスだなってやつ話せたらかっこいいうんいや結構難しいよこれバカには吹いてるバカには吹いてる英語、英語が苦手なやつやん無理あるとハムだ、うん、バカを晒し出すことになる、これはキャ難しいねあ俺の全然もう出てこないですけどあ結構、でも結構英語で書いてる人すごい出てくるこれ見ないでよ、ここ見ないでよ、見ないでよ、見ないで見ないで俺ら全くコメント見えてないですからねコメント見ないでよキャやばい、出ないうん、結構難しいよね英語俺も苦手だからさ意味が分かんないからそれぞれ書けましたあいったこれがもうかっこいいから、うん、キャキャねあできましたできましたはいはいましたこれ英語力が試されるね、本当に書いてる通りにこれ難しいな、でもちなみにレン君は英語得意だよ、確か得意です、僕、幼稚園から小4までアメリカンスクールですからアメリカンスクール、はい、はいうん、だから英語は結構得意だと思うそうですねはい、全員 OK はい、はい、はい、行きました、じゃあはい、これ絶対正解でしょっていう自信ある人からいこうかな、じゃあ
じゃあ僕いきますか。あ、行こうか。見えた。うん、多分普通にもかっこいいと思います。じゃあ先見せますと。キャッツ・ウェイブ。わあ。過去形。キャッツ・ウェイブ。なかなかサーファーなんだろうね。そう、サーファーだよね。なかなかいい波が、キャッツ・ウェイブ。でもちなみにそれもね、書かれてるから。マジけ。マジ。嘘。嘘。もう先に出されてるもん。視聴者に負けてるよ、お前。マジか。マジか。ってことは正解が近いってことじゃないですか。でも俺近いよ。でも、割と近いし。そしたら俺も近いな。あ、近い。全部近い。行ってみて。はい。はい、これですね。キャミソールベイビー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 ってそんな。これよく使ったな。アルトマインド店員さんがよく使ったことか。あ、そっか、みんな海外生活の経験ないもんね。そうだね。そうだね、そう、わかんない。結構使うんだ。どういう場面で使うのそれ。どういう場面で使うの、あの海外とか。いや、なんかレン君宿題まだ提出されてないけど、どうなってんのみたいな。あー、え、今日まででしたっけ。今日までだよ。Today、Today って言われて。え、キャミソールベイビー。絶対使えない。絶対使えない。キャミソール。え、こっちすぐ話そらしてやがったじゃないじゃん。今日やってないことバレバレやん、それ。いや、それです。うん、なんで分かったのレン君。なんで先生がなんかドキドキして、なんか放課後空いてるみたいな感じ。放課後空いてるみたいな。アフタースクですね。アフタースクそれアフタースクです。はい、じゃあ次。はい、あ、次はい、アフタースリー。じゃあ、アフタースリー行こう。アフタースリー。じゃあ、ちょっと一昔前に流行ったやつですね。Can you celebrate? これ、まあまあいい代名詞。なんかちょっと僕、かぶってるかな。かぶりちょうね。かぶりちょう。かぶりちょう。ちょっと意味合いが違うけど、はいはいはい。キャンフライ。キャンフライ。キャンフライ。止めるよ。あんた止める。それ止めるよ。止めるよ。キャンフライ。できるみたいな。使うタイミングないでしょ。いけないとき。それ言われて本気に真に受けて飛んで死ぬぞ。あのポストの代理の人に言ったら一番ダメなこと。キャンフライ。あんた止めるよ。おじいちゃんおばあちゃんと死に際だよ。だから最後さっきからなんかすげえ否定的だけど、お前そんなになんか自信あんの。いや僕。よくお父さんが言ってたことがある。お父さんがよく言ってたのね。よくカメラのことキャメラ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 それ D のこと D って言うやつ一緒じゃん。もうそれだ正解。テッシュってキャメラキャメラのことキャメラってキャメラってちょっとキャメラ回してもらって。キャメラのちょっとニコラさんにも言う。あのカルチェのことカルチェっていうのと同じだよ。ディズニーランド、ディズニーデール。ディズニーランドね。ディズニーランド、ディズニーランドになっちゃうでしょ。キャメラやべ。キャメラ正解ですよね。おー、キャメラ。めっちゃ褒められてる。キャメラすごい、キャメラすごい。キャメラ。キャメラ押して、キャメラ押し。え、サインユーセレブレート。キャメラ回して。キャメラ来てるね。キャメラか。キャメラ来てる、キャメラ来てる。サインパンダ。キャメラ押し、すごいね、これ。くるくるくる、あいいやーい。やばい、分かんないけど。まあ、それだけ自信があります。自信があります。はい、正解はキャメラでした。てれい。あ、これもでも満場一致ですね。これはちょっとキャメラがすごい。キャメラ推しすごいもん。大正解。これなんか帰国子女みんなでやったら多分キャミソールベイビーだったと思う。ちょっと日本でしたね。帰国子女いないから。原宿だったらキャリーパンパンも。あ、そうだね。まあ方言みたいなようなもんですね。はいはいはい。じゃあタイガ2ポイント。イエーイ。タイガ2ポイントという感じで。あ、マジかよ。そうだね。問題がいいし、色の8個あるから時間的にちょっとハイペースでやっていくかもしれない。はいはい。はい、いくよ。はい。はい、続いての問題いきます。はい。はい、じゃあ次の問題は、はい、く、かきくで始まる異性にされて嬉しいこと。これいいですか。絶対くで始まる異性にされて嬉しいこと。これだって俺が出す回答によって俺多分来週から多分指定禁止になりますよね。いや、そこは大体でもね、何回も出てるから分かるし。分かりました。あ、じゃあさすがにね、生放送だし、その一切嬉しいことか、カットできないんで、はい、そこは考えた上でお願いしますね。く一つの発言で多分ね、自分の印象一気に変えるから気をつけろ。大丈夫です、伊達に30年いってない。くからの異性にされて嬉しいこと。そう、異性にされて、あ、嬉しいな、思うのね、行動があったり。あー、
NG コメントとか。じゃあ気になりますよ、ね、気になる、絶対気になる、この NG コメントって絶対打ち込んだけど NG コメント出しやがった。なんとなくわかりますまあ、千尋とかね、ちょっと怖いよね。いや、そういう感じ、捨てなそうだから、出しそうだからね。うん、出すだよ。いや、大丈夫です。泉ちゃん、帰る、泉ちゃん。大丈夫です、大丈夫です。それがつまんなくなっちゃう。うん、ほんだね。何のクオリティ一人でクオリティ上げてんじゃねえよ。OK です。OK、みんな書けた？はい。OK。OK、大丈夫です。はい。じゃあ、行きましょうか。はい。はい、じゃあ5代目、クで始まる異性にされて嬉しいこととは。はい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 、もうみんな早く出してこうみたいな。はいはい、ちひろ、はい、かわいこぶっていいですか。クリスマスプレゼント。あー、嬉しい。いや、でも普通やから、嬉しい、誰でも嬉しいと。そう、着ない。まあ一発目そんなもんじゃないですか。完全行動ですね。なんか確かになんかちょっと逃げのせい。今ちょっと逃げたね。だから早く出そうと思って。はい、最後に出したらきついもんね。お前そんなに勝つという称号が欲しい。はい、じゃあ超行こう、超。はい、僕はこれは嬉しいな。嬉しい。はい、クリームシチューを作ってもらう、かっこカリフラワーなし。あー、食べれない、食べれない。そこも分かってくれてるから嬉しい。いや、そこまで分かってたらすごい嬉しいよね。最高ね。親密があるな。なるほどね。まあ、手料理嬉しいですからね、確かに。嬉しい。あー、いいね。クリームシチューね。クリームシチュー、あったかいやつ。あったかいな。それは。有田の方はいらない。有田の方はいらない。いらない。いらない。有田なしでみたいな。有田なしで。なしで。カリフラワー。はい、まあ、結構手作り料理だ。みんな作るのが嬉しいしね。うん、はい、じゃあ続いて、はい、答えの。はい。じゃあ、大河行こうか。まあ、よく、喧嘩とかのシチュエーションとかでよくあると思うんですけど、はいはい、これされたら僕、ひとたまりもないですね。苦し紛れの牛。あ、いきなりギャップでめっちゃいいかもしれない。まあでもそれ言ったら俺もちょっと似てるかもしれない。近い、近い、はい、そのクリスマギラの牛絡んだと思うんですけど、絡む、うん、仲直り肯定するで、あの唇を奪われる、うん、あ、まあ、牛した後にいきなりシュッとこうやられるのはやっぱり、まあ普通男性から行くもんだけど、女性から愛情感じます。確かに M かお前ら。お前ら M か。ぬるぬるしてたよ今。ニヤニヤしてたよ。はいはいはい、はい、まあ確かにね、今みんなが出したやつね、されたら嬉しいことだと思うけど、はい、これがなかったらそれできないでしょっていうのを俺が、はいはいはい、区から始まる異性にされて嬉しいこと、はい、繰り返しのご来店です。リピートです。すごくいいです。すごいだ。やばい、見失ってた。それが一番見失ってた自分は。やっぱり相手を知らせるにはね、こう回数重ねないといけないから、やっぱりこう繰り返し来てくれる女の子ラブ。まあちょっと嬉しいよね。2回、はい、1回指名してもう1回来てくれるってやっぱ、え、お前2度目じゃん、すげえなってね。すげえ、そこまで褒めたたえる。連絡なしに、連絡なしに急に来ると。ああ、嬉しい。あ、それ直され、来ちゃったみたいな感じだし、それ嬉しいわ。それクリスマス、俺連絡なしに、俺連絡なしに連絡してないよ、姫が来た。そして苦しい、苦しい、前だけ唇を奪われる、唇を奪われる。ストーリーできた。めっちゃ盛り上がってる。ストーリーできた。はいはいはい、楽しい。OK、 じゃあこんな感じだけども、見てる人はね、どれが一番、まあ、定番かなっていうね。はい、コメント見ましょう。上がってこないね。なんか苦し紛れ、苦し紛れ、苦し紛れ。うん、苦し紛れ。あ、でもリュウタさんって結構書かれてますね。そうです、関係ないですか。あ、タイガって書いてる。なんでもいい、適当よ。なんかごめんな。うん、なんかごめんな。コメントしづらいやつしか出なくて、ごめんね、結構。うまかったのはレン。なんかもう連絡なしで来たとかなく、うまかったのレンって書いてありますから、もう僕でよくないですか。いや、早いな。あと5秒だと。5、4、3、一番最後にコメント来た人に。2、1、タイガだ。あー、すごいタイミング。はい、じゃあこちらの問題、答えは苦し紛れの牛でした。タイガ3ポイント。タイガ3ポイント。ああ、いいね、調子いいね。調子いいですね。まあでもね、レン君とかリーダーが釣ってるから、最後に勝ったやつが勝ったやつが一概。あ、俺今まだ遊んでるから。遊んでる。目が真顔。はい、じゃあ続いての問題いきます。
はい、続いての問題は、はい、はい、さから始まる、さね、さしすすのさから始まる、親になって欲しかった職業は、さで始まる、親がこの職業だったらかっこよかったなみたいな、言いたい、そうだね、さで始まる、親になって欲しかった職業、親になって欲しかった、親が自分の親が、そう、多分この職業だったらよかったな、親がみたいな、さ、うん、そしたら自分の人生変わったかなみたいな、僕実家経験ですからね、でもまあ一つ言うけど、人生決めるの自分でしょ、親関係ないでしょ、めっちゃかっこいい、結果自分がやるからやるけど、どうだろう、この問題なしにしようか、なんで書いたのなんか、他力部位みたいな、親のすね走ってるやつの、いや、これだったら親がもしこういう職業だったらかっこいいなみたいな、そういう憧れがあるじゃないですか、でもそうね、でもそういう生き方ないけどな、完全にいいんだよ、さあね、さあ、結構出てるから、あの見ないでよ、はい、あ、見ないでよ、書いてる人は見ていいよ、あ、はいはいはい、あとさっき面白いのあった、親になってほしい職業、さだにさだにって何すんの、未来感じる次すごい羽ばたけるんだろうね、そのあたり夢を感じます、ね、聞いてくれ、お前いくつになったっけって、父さんそろそろ羽ばたこうと思ってそろそろ父さんたぶんさらにから孵化させ、孵化するからちょっと待ってみたいな、今金ないんだみたいな無職でしょ、もう父さん引き込まれてお父さん今さらになんで親にお前働いてくれよって言ったらしょうがねえだろ、俺まださらになんだからよ夏、夏起きるから夏出るから今その冬だからみたいな、はい、オッケー、はい、全員オッケー、はい、はい、じゃあ誰か、うん、もうあのこれ自信あるです、あれこれはもう普通に自信ある、あ、じゃあレン君行こうか、はい、あ、間違いないこれ、はい、あのサザンオールスターズのメンバー、あー、ね、原秀子と結婚したし、ね、なんかもうカラオケで絶対誰か歌うじゃないですか、で、サザン、あ、これあのうちの親父のあれだねみたいな、あー、かっこいいね、カラオケ行ったらね、もう自慢しかないね、嫌われるタイプだぞ、サザン嫌われるタイプだ、その親父、俺のお父さん、俺のお父さん分かったから、うっせぇって言われてたやっぱ、こういう仕事ってブランド大事ですからね、もし俺がもしそうだったら絶対ホスホスに書いてありますよね、うん、桑田佳祐ジュニアみたいなはいはいはい、他、じゃあ、はい、あ、じゃあ、千尋行こうか、じゃあ、ちょっとさっき可愛いと思ってしまったんで、ちょっと黒い部分を見せようかと、サイバーテロ、サイバーテロ、テロリストね、うん、お父さんサイバーテロリストね、絶対言っちゃいけないでしょ、それ絶対言っちゃいけないでしょ、お父さんの経験全部崩れるよ、ね、自慢したい、自慢したい、一番いけないやつ、守秘義務ってものが出てくる、お父さん殺されるよ、なんであれ言ったみたいな、あの時なんで言ったみたいな、それに僕対抗して、はい、はい、父さん行きましょうか、今のに対抗してサットの隊長、うわー、いい、はい、あー、それかっこいいですね、かっこいいね、俺だったよ、 SET だっけ、それ日本でしたっけ、アメリカでしたっけ、アメリカですか、だからね、一番強い軍隊ですね、そう、ただまあ僕の親父すごい、あの太ってるんで、まあ無理だと思いますけどね、なんでそれ自分のお父さん情報ボロね、実際本当にまあすごいなんかかっこいいけどちょっと怖いよね、お父さんいつになくなるからね、なくなるかわかんないけど、ちょっと不安だよね、子供からしたら、はいはいはい、不安な部分で言うと、うん、僕も今行きたいんですけど、いいですか、あ、じゃあタイガ行こうか、僕やっぱりお父さんこれだったらいいなと思うのは、サプライズプレゼンター、サプライズプレゼンターなんかサプライズって誰かが企画しないとできないじゃないですか、それを主導権としてやってくれる人の、だったらそんな職業ある今、いや、ありますね、あるから、きっとありますね、いろんな職業あるからもしかしたらあるかもしれない、もしかしたらペリカでもあるかもしれないですね全然お金給料もらえないから、給料はペリカかもしれないですそこの軍隊でしか払われないお金でしょ現金ではないと思いますけどまあ、ブランド商品券で、給料商品券で手渡されるね、はい、ありがとう、これでかい500円割引で団体様が多いですね、はい、いいでしょう、はい、じゃあ、ゆうた、やっぱグローバルな感じでいきたいと思います、はい、キャメラください、キャメラ
サウジアラビア親善大使絶対なんかここ乗っかってる絶対ターバみたいな名前ターバ絶対してるしてるしてる感動じゃないですか全部あのサウジアラビアのちょっと難しい文字とか全部読めるなんか遺跡みたいなとこ行ったらもうすぐスラスラ読んじゃうお父さんすごい読んでるみたいな全部サウジアラビアお父さんすげえみたいな石油結構動かしてますよねオイルマネーだよねオイルマネーだいぶ動かしてます半端ないだろうねなんてですよやべえあそこの電油っていうの油田が今すげえ出てさみたいなもう5億稼いだわみたいな1日でいやすごいよななってますよはいはいはい、はい、まあいろいろ出たけど、はい、じゃあ見てるね視聴者の皆さんははいどう思ったのかはいじゃあ20秒間でどうでしょうはい打ち込んでくださいお願いしますさっきなんかもうリアルにでもサッカー選手っていうのが見えたんですけどああそうだね侍ジャパンのメンバーまあ確かにかっこいいよねなんか俺でしょみたいな感じでこっちから言っちゃうとお客さんも気使っちゃうからさ、はいはい、あんまりアピールしないようでしょ、うん風に戸惑ういや、めっちゃアピールするねあ、サッとかサザンでもサッとかっこいいもんだ、確かに、ね、かっこいいっすねえ、レンさんのお父さんって何してるんですかえ、サッとの隊長かっこいいな、確かにかっこいい、かっこいいなんかもうサザンって言うともう驚き隠せないもんね変なってねてかもう変な信じてもらえなさそうじゃない確かにあサッとあと1個、あと1個、あと1個こいあと1個押してこい押せこいサウジ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 最後までかっこいいそこまでいったサウジアルミアの方ねダブルダブルダブルあーはい、終了はい今回の答え、なんと正解はサットの最高だそうじゃあ今日1ポイント1ポイント3ポイント0ポイント1ポイント0ポイント今日レン君ね今回ちょっと控えめな、まあ、最後ね違い最後ね大逆転を狙ってる、ね、大逆転回数はいということでまああと残り半分ですね問題はい、はい、半分のところで一旦 CM に入りますはいこの後お見てねはいアピールとか言葉とかもいいよ。行動。難しいです。
難しい。難しい。おつむ弱いから。バカバレちゃう。バカバレちゃうねこれね。モノコレはできましたね。あ早いね。はい。まで始まる自分のこと好きだなって思う異性の行動。異性の行動っておかしいね。問題がおかしいね。女性の行動。うん。女性の行動、女性の行動じゃないじゃん。俺たちの行動だよ。自分らの行動。違いました。女の子が僕たちのこと好きってことですよね。あ、そう。え、女性。音も弱いから。自分で考えても自分で分かんなくなっちゃった。女性がアプローチするの、うん、女性のアプローチ。うん、俺たちが普通に女性と、まあ、いるとして、はい、女の子がこういう、なんか例えば、股に手を入れてくるとか、あー、俺も好きじゃないかなって思うようになったら、ここら辺もね。ただ、ここに瞬き1秒で10回ってなる。半端ねえな、お前すごいな、それ多分記録出るぞ、それ確かに。オッケーかな。はーい。はい。オッケー。はい。じゃあ行きます。はい、じゃあ先に。はい。先に自分行きますよ。特攻隊行きます。はい。はい、はい、じゃあ行こう。これは好きだったら多分しないでしょ。普通に。マッサージ。好きじゃなかったのね。ああそう、ああ好きじゃなかった。ああでも確かに、まあ、女性が俺たちとかね、マッサージ、うん、ああいいね、じゃあマッサージしてあげるとか、はい、まあ、本当に多分嫌いな人だったら絶対マッサージなんてしてやって、まあ、多分触りたくないだろうね、はい、はいはい、指痛くなるし、うん、指痛くなるし親指すごい親指のここら辺すごい痛くなるし、わかるわかる、はい、他、はい、他はあるかな、はい、痛いな、他、はい、はい、大体小学校とか頭悪いから僕大体言ってたんですけど、ママに言う、あーいい、紹介した人言う、あーママに言う、あーすごい、はい、すごいママに言う、それはいいだね、あの人ね、あの人ねあの人ねとか、そうそうそう、あーいい、ママにも気に入られようとしちゃうみたいな、はいはい、はい、それはいい、確かにされても嬉しいよね、しかもあこいつ完全に俺のこと好きだなって思うよ、多分もう結婚までちょっと考えてる、家族に言うってことは抱かずにはいられないな、抱かずにはいられないそうだね、うん、確かに、あ、大河すごい、うん、これは確かに思ったいいな、はいはい、じゃあ、はい、続いてこれ、いきますか、じゃあ、行こうか、リーダー、あの、まあ、ある日突然なんですけど高校3年間ぐらい通って、はいはい、高2ぐらいまではあれ確かそうだったけど高3になってちょっと俺のこと好きになったのかなって思うと思うんですけど、あの、マックでメガマックを食べなくなったって言ってますけど、なるほどね、抑え前にね、ちょっと好きになってからなんかチーズバーガーでいいよ、チーズバーガーでいいよ、今まであんなに輝いてるから多分俺のこと好きなんだろうなって思ってちょっとカロリーも気にしてんだろうなみたいな、チーズバーガーカロリーあるだろう、もっとフィッシュバーガーフィッシュバーガーにしとけよ、恋する乙女は綺麗さって流れてますね、そうそう、これ多分かぶらないのかな、ダメだ、俺これかぶると思うんだけどな、結構自信あります、はいはい、じゃあ、レン、マジ今日現金持ってるから、レン君好きなものをオーダーして大丈夫だよと耳元でささやかれて、好きだ、投げ投げ投げ、絶対俺が好きだ、普通に言ってくれそこら辺でそんな、もうそれね、ちょラストオーダーね、間近になってくる、うん、今日現金持ってるから、それもお、マジでとか、お前俺のこと大好きだな、メニューお願いしますなんでしょう投げもう一回上、何向けて、何あ、俺らですか、うん、あ、ちょっと今音声調子悪かったのかな、音声ちょっと、うん、もう一回しっかり、うん、あ、じゃあこのカメラでいっか、うん、じゃあ言いますね、はい、え、マジ今日現金持ってるからレン君好きなものをオーダーして大丈夫だよと耳元でささやく投げぇ勝負もう一回始まる、出だし、何出だしやマジ別に今日から始まるもんマジなんてやる本気さはそうだよ、だから今日現金持ってるからさって言うと本当にみたいな、お前期待させてどうみたいなんで俺をいじめてないよ、おいマジみたいな、カメラでからかうなよってなるところ、いやマジで今日持ってるマジでお金って書いてほらみたいな見る見るみたいな、ほらみたいな
ねえよ、そんな状況ねえわ。超強気。はい、じゃあ千尋はまだ私がいる。はい、レン君の後出しづらいかもしれない。ほんとやだ、ほんとやだ。まだダメと耳元でつぶやく。いや、それはね、違う、なんとなくさ、なんとなくさ、分かったさ、さっきこれだけは元に思いつかなくて。じゃあ、なんとなく分かったじゃん、レンさんの空気ね。レンさん、今日ちょっと今面白い答え考えたから、ちょっと俺まだ出さないから、ちょっと先にみんな出してみたら空気を出してくれたじゃん。後で話します。一回元でいいかもしれない。レンさんでテンション上げると卓でぴょんぴょんする。正解。ぴょんぴょん。え、マジで今日何いけんの。あー、やばい、マジかに。やってますね。それマジ今日お金あるからね。ぴょんぴょんしかしね。上下になって、うんって。はい、じゃあ答えは、はい、見てるお客様、はい、視聴者の皆さんはどれが一番良かったか。まだダメ、ギーシャ指示出てますよ。え、はい、どうですか。ま、お前なんて書いてるの。全然聞こえなかった。お前の答えなかったんだよ。あ、なしですか。もうなしで、論外出てないんだもん。お前、今回不先輩。いや、でも初めて指示得てますよ、今日。うん、まだ頑張ってるから、意外といい。え、まだダメってどういう意味なの。いや、だからなんかこう、じらされてるっていうのがこう、え、それ嫌われてるんですよ、だから。いや、だからなんか、もしかしたら引かれてる。嫌われてる、うまくかわされてるだけだと思う。ごめんなさい。はい、すまない、ごめんなさい。はい、すまない。絶対謝罪しろ。ごめんなさい。あれ、どうした。あ、なんでもない。まだダメ。まだ早い、まだ早い。なんすかね、答えは。はい、じゃあそろそろ、はい、終了。はい、本日の答え、なんとまだダメでした。いや、見てる人多分ね、気使ってくるんじゃない。1ポイント、3ポイント、1ポイント、1ポイント、はい、ゼロポイントで。いや、空気がね、レン君の大同体会社を見たいから。なるほど。そのやっぱシナリオを作ってくれてる。ああ、皆さん期待してくれてますね。期待してるね。ありがとうございます。じゃあそろそろ先に上がりまーす。負けて帰るの恥ずかしいですね。レン君、もうしっかりやってよ。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、次は、まあ、ぶっちゃけ、あの、ごめんなさい、あの、もうさっきね、出てたんですよね、今回のお題の流れが、お客様感謝で最後終わるんでしょみたいな。はい、正解です。終わります。はい、行きます。はい、え、これ気づいてなかったのだけ。うん、あ、起きづらかった。ずっとキャってなんだよ。なんでキャリしたみたいな。キャってなんだよ。もう出たんで、まあ、答え出ちゃってるんで別にもういいです。はい、はい、次か。じゃあその通りで、かから始まる、されたら イラッとすることは、かから始まる、されたらイラッとすることは。ちなみに館長やめてね。あー、今発想したのに。ダメダメ、館長とかすごいクソ面白くないやつ、ダメ、やめてね。NG ワード、館長は。館長ダメ。出ない。うん、館長嬉しいやついねえじゃんって。確かに。イラッとする、イラッとする。うん、誰にされたらイラッとするとかっていう対象はないんですか。対象はない。うん、誰でもいい。対象は自分で決めていい。わかりました。見てる人、いい答えすげえ出してくれるから頭いいですね。うん、早い、すごい。もうできました、僕は。はいはいはい。はい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 。自分の内側からコメントが見えない。うん、いいこと、いいこと、いいこと。見えない、いいこと。見んな。見んな。めっちゃ注意する。OK。 いきますよ。はい。はい。OK。じゃあ、はい、これですよっていう人、はい。これ間違いないですっていう。はい。はい、じゃあタイガ行こう。あ、僕まあ経験上よくやられてたんですけど、はい、これめっちゃイラッとしますね。勝ち込み。勝ち込み。どうみたいな。よくされたんですけど。すか、いや、よくなんかやからみたいな人たちが家とかによく集団でこうやって、お前何なんだよっていう。うん、それお前のあの少年時限定だろう。よくすごいイラッとしますね、これはね。さすがに。実際にやられたことは。実際にやられたことはある。勝ち込み。十何回ほどありますね。
何の略なの勝ち込みって。ガチで。ガチで込み合う。ガチで込み合う。お茶込み合う。お茶込み合う。うちで込み合っちゃう。ちょっと待てよお前、ウィーで稼いよ。これ以上入れるからみたいな。ガチで込み合ってる。ガチコミュニティ。ガチコミュニティ。ガチコミュニティ。コミュニティってことだ。コミュニティ。あ、そういうことだ。みんななんかミキシーかなんかで繋がってくるんですよ。勝手に家に来んの超迷惑。なかなかねえわそれ。それはママに言うわ。次俺っていいっすか。はい、じゃあ、はい、レッド行こうか。はい、あのまあ全員誰に対してもってことじゃないんですけど、はい、あんまり親しくないやつにされてイラッとするかから始まること、はいはい、経験あるんですけど、カミングアウト。あー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 なんか例えば全然あんまりまだ親しくないのに入ってきたばっかの子がやれんさん、自分ぶっちゃけって言われて何か言われても知らんかな、うん、あーそうだね、そうそうそう、知らないやつにいきなりね、大体締めはうざいから、うん、この話勇気もないし、興味もねみたいな興味ない、ね、興味ないから言うこと誰にも言っていいか分かんないそっちもねあーそうだね、カミングアウトね、じゃあ、はい、カミングアウト、ね、俺です、ね、あ、先に千尋行った方がいいんじゃない、危ないから、はい、はい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 スローボール見ろってこれそこそこうまい自信ありますよ、自分でハードル上げますけど、この職業をやってと思うんですけど、過去の詮索なんかあなた今までどんな人と付き合ってきたのよとか、じゃあ次上行こうか、はいあ、いいですか、ちょっと粘れや、そしたら粘れやお前ちょっと粘った方がいいぞそこはたまにいいです、たまにいる。空手チョップ。いや、慣れないでしょ。いや、たまに。たまにさ、ロータイミング。それ不意打ちかな。不意打ちで。いきなり来るの。多分肩ら辺とか使え。頭おかしいよ。それいきなり歩いてて空手チョップされたら。コンビニじゃん。なぜ捕まるよ絶対に。いや、よかった千尋。別に僕も最後まで引っ張ることは別に面白くない。普通のことだと思うんですけど、まあショップとか洋服屋さん買いに行った時に。うん、はい、はい。あると思うんですけど、キャメラください、キャメラキャメラディアス、過激なリアクションはい、わかります、あ、お似合いだと思いますなんかそういう絶対思ってたんですよ、過激なリアクション、はいはいはい、はい、それはこっちもやりづらいねこっちもおーしか言えないおなんか俺結構、うん、あのレディースの服が好きで、はい、行ってるブランドが109にあるんだけど、はい、柳原加奈子さんみたいなさ、本当にさ、はい、店員さんがさ、うん、俺これ SML だったね、 L だったら着れるなと思って、これ可愛いなと思ってる、 L がないのよ、だから M 持ってきて、はい、お兄さんだったらいけると思うみたいなじゃあ着てみませんかみたいな、で今日タンクトップ着てないけどいいのみたいな、あーいいですいいですみたいな、でこう着てみる、もうなんかピッチピチなのに、いかがですかっつって、とりあえずお前 M いけない言うたやんいけない言うたやん、とりあえずどうなってるか見てみーやつとカーテンパーテン来た時に、キレてる、すごい絶対キレてないキレてねえよ、キレてねえからよ、シャンって手を挙げた瞬間ここ避けるわみたいな自分の体自分一番知ってるのにおめえが決めんなと思う、お前決めんなみたいな、もっと言うと俺これ脱げないから脱がしてもらって自分で脱ぐこともできない、自分で脱ぐこともできないそれだって嫌だねお前何テンションでごまかそうと勢いですね、わかるわかる、はい、じゃあ全部出揃いましたけども、はい、見てる視聴者の皆さん、はい、どれが一番ね、まあ私もそうじゃなかったらイラッとするなと思うものありましたら、はい、コメントお願いします、はい、15秒間、あと何問あるんですか、あとちなみに2問、はい、2問、はい、まあ、ちょっとお時間もあれだからね、サクサクいく、カミングアウト、はい、リアクション過剰なリアクションね、うん、なんか俺対リュウタになってますね、やばいね、今、そうね、うん、殺人シーサー殺人シーサー殺人シーサーやばいでしょ、別に俺のことばかりするけどシーサーばかりしたら怒るシーサーばかりしないでシーサーばかりしないであはい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 、ちょっとコメントが少なかったんで唯一ね出たやついきます、カミングアウトです、1回ですか、はい、山田は取っといて1点、3点、
1ポイント、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 はい、が3ポイントね、リードという形で、残り2問、はい、はい、で、その後はもう、それはもう CM の後でいただきます。はい、じゃあこの後も楽しんでください。はい、おかげさまで、僕らラッカーバーも6月で3周年。接客って自分ではなく相手がどう思うか、だから本気で心を込める。来たお客様が心を動かしてくれる、それが一番嬉しい。人に喜んでもらってこそプロの仕事じゃないのかな。仲間もこれだけ集まりました。さて、そろそろ転職してもいいですか。海外進出巨大プロジェクト、パイオニアの中のさらにパイオニア。そうだね、俺がその顔でそうしたというか、パイオニア、ベストオブパイオニア。何やるんですかね。パイオニア技術グループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええ、リュラさんのポケットマネーから。いやいや、そうやないから。ゲストマドさん、はい、イエーイ。はい、ちょっとレンジも今ちょっといないんですけども、はい、もうお時間の方残り5分くらいしかないんで、はい、はい、残り2問、はい、はい、サクッといきましょう。はい、はい、続いての問題いきます。はい、続いては、うん、和音、うん、うん、ね、うん、で終わる、モテそうな特技とは。はい、特技、特技、うんだよ、うんで、うん、よかったね、うんから始まるって言われたらどうしようかと思った。いやいや、そんな俺バカじゃねえよ。うんから始まるって何やんだみたいな。モテそうな特技、これちょっとサクサクいくよ。うんから始まる、うん、はい、あと15秒。まあ、ちなみに、例としてあるんだけど、鉄拳。持てないでしょ。めっちゃこれうめえ。ちょっとお前、ゲーセン寄ってかね。いや、めっちゃ強そうだよ。ちょっと、戦ってくるわ。あ、余裕すぎるわ、こいつみたい。鉄拳。うん、いや、鉄拳制裁とか書かれてるよ、これ。鉄拳制裁。やべえ、これすげえ難しい。難しいですね。もう一応俺は書けました。書いた？はい、待て、5秒前、5、4、3、2、1。はい、じゃあこれでしょっていう人から出してみましょうか。はい、行きましょう。もうこれはもうどんどん。じゃあ俺行きましょう。じゃあ豊から行こう。普通に持ってたんですけど、うん、バイオリン、バイオリン、特技、ね、バイオリン、かっこいい、博士太郎持ってますから。テテ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 テ。あ、ね、いいね、モテるね。結構モテるね。やっぱりあるよね、やっぱかっこいいよね。ゴールデンボンバーやりましたもん、ね、はいはい、ね、バンドマンでも一旦バイオリンがモテるから、うん、はい、じゃあ何か行こう。押すね。やっぱりね、嫌われるか嫌われないか紙一重のところなんですけど、はいはい、上手に話せたらモテるんじゃないかなって。武勇伝。ああ確かに、ね、武勇伝だもんね。まあ男同士が聞くとね、ちょっとイラッとするパターンの方が多いですけど、うん、やっぱりこう女の子に、いやーこの間さー、マジで駅で絡まれてたんだよ、100人いたんだけど、全員やってやったよ、うん、かっていうの、これだから、ダッセッダッセッダッセックソダッセッダッセッ。でもなんか相手によってはモテるんじゃないかな、うん、え、レイ君強いんだみたいな、あ、強いと思う、もう大体みたいになるから、もうガキじゃねえんだから、もう大体になるから、あ、じゃあじゃあ、ジョーから行こう。最後やだ、最後やだ、最後やだ、やだかったー。ちょっともうギリギリなんですけどね。はい、お時間ないからね。はい、僕高校の時モテました。はい、ラガーマン。あー、ラガーマンっていうのはあれだ、ラグビー、ラグビー、俺のジョークラグビーやってたんだよ。女の子筋肉好きでしょ。そうだね、確かに筋肉好きでしょ。そこら断定してるね、ここら。はい、ラガーマンね。そして、はい、じゃあ千尋。
バトン。パス。はい。はい。やっぱり中で、はい。今見た中で、はい、いいと思ったの、はい。10秒出してください。見てる方は。絶対ロー。お時間ないんで。お。バンドマンかな。おー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 。おおおお、バンドマン多いよ、バンドマン多いよ、バンドマン多いよ。バイオリンも出てきたね。お、バイオリン。超超。え、みんな筋肉好きじゃないですか。うん。どうなのね。バンドのスタジオが多いのはそういうことですかね。はい。鉄拳やべえな。はい、終了、はい、終了、終了。四時間ないから。はい、答えはみんななしの鉄拳でした。めっちゃ強いですけど、こいつら視聴者に1ポイント入りましたよ。1ポイント、1ポイント、あなたに1ポイント、あなたに1ポイント。もう相手に攻撃させないからちょっとなんかカン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 、トノーみたいな。パーフェクト、鉄拳でパーフェクトしか出ない。パスタ食いながら。はい、お時間ないから最後の問題いきます。はい、はい、シャ、感謝のシャ、シャで始まる、できたら嬉しい、いいこととは。はいはいはい、できました。はい、嬉しい、いいこと、できたら気持ちいいことだよ。気持ちいい気持ちいいこと、これもちょっと下ネタ誘発しますから、はい、じゃあ千尋。はい、ホストならこれでしょう。しゃべり、あーしゃべるから嬉しいね。そうそう、はい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 、メンク社交辞令、社交辞令、社交辞令、もうとにかく思いついたらすぐに出なさい。はいはい、出た、はい、時間ないよ、30秒。あーあー、社員旅行、社員旅行、社員旅行、何、社員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 、はい、ジョー、社宅建築、社宅建築、答え、社宅建築、優勝ジョー、いやー、ジョー1回、明日、明日、イベントなんで、お待ちしてますね。待ってまーす、お願いします。また明日、また明日、そして今日クラブキッズ受賞。はい、まずクラブキッズ一部では5時間営業日給1万円という給料システムでやらせております。そこで、まあ、経験者の方にはなんか特別な、まあ、給料システムがあるとのことなので、まあ、自分の足でぜひご来店いただいて、そこで確認して、自分の目で確認して行ってください。では3部の方はどうなってるかな。そうですね、3部の方は完全新規オープンでやってますので、まだオープニングメンバーという形ですね。朝8時から5時間営業で日給1万円という給料システムとなっております。今歌舞伎町で店舗数の少ない時間帯となってますので、経験者未経験者ともに売り上げをつかみやすいチャンスとなってます。歌舞伎町誰だ誰だ、また誰だ。まあそういう感じで、まあ一部さんまあともにね、こういう楽しい環境を随時、まあ、僕たちで作っているので、まあ未経験者の方でも気楽にこちらにある番号の方にぜひぜひ連絡をして、あのうち、まあ、このキッズの方にご来店ください。ではクラブキッズでお待ちしております。心ここにある、またそれ。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。